やり方は違うんですけど、長さによって仕上がりはね、同じような形になる方法になります。こんにちは、渡辺です。ということで、今日は前回ご紹介させていただいたこちらの急なね、会議とかでもパパってできるヘアアレンジをご紹介したんですけれども、なかなか好評だったので、これが、やれるね、方結構いらっしゃったと思うんですけれども、ちょっとね、難しいところだったりとかやりづらいところもあったかなと思うので、今日はこれをより簡単にできる方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということで、早速やってみたいと思うんですけど、まずはね、表面の髪の毛を取って結んでいきます。大体ね、こう円形になるように、で、サイドの部分の髪の毛は残しといた状態で、表面のね、後ろの部分をまとめていきます。で、ここでゴムをまず結んでいくんですけど、これは結構しっかりと結んでいきます。で、結んだ時にこの辺の分け目みたいなのが気になる方もいらっしゃるかなと思うので、この辺がね、後々出てくる可能性があるので、ちょっと広げながらやってあげるとよりね、形が綺麗に見えるかなと思います。で、その次にサイドの髪の毛、だいたい耳後ろぐらいでね、分け取って、で、この髪の毛を後ろに持ってきます。で、この時に結構ね、表面の部分がこう毛羽立ちだったりとかパサつき結構出やすかったりもするかなと思うので、できればこういうブラシだったりとかでしっかりと溶かしながら面を整えて後ろに持ってくる。こうすると綺麗に見えます。反対側も同様に耳後ろの髪の毛を後ろに持ってきます。結構ね、ここら辺とかもぐちゃっとなりやすかったりするので後ろに落とします。で、サイドの髪の毛を後ろに持ってきた状態でゴムで結んでいきます。こうね、ゴムをある程度しっかりと結んで、で、2つにした状態です。で、表面のね、サイドの髪の毛をのゴムを下にちょっとずらして、で、ここで指を入れて一回転をさせる。で、このまま下のね、髪の毛をこう通していくんですけど、そうした時に通していくと結び目が取れちゃって、こんなことになったりとか失敗したりとかもしませんか？これを簡単に解決する方法もあります。それの解決方法に関してなんですけど、まずね、この髪の毛をここで結ぶのではなくて、サイドの髪の毛をこう一番上の表面のゴムの部分の上に交差させます。反対側も同様に交差させます。こんな感じでもうなんか囲っちゃうみたいな感じですよね。こうすることによってもうゴムが隠れてくれるので、この感じで結んでいきます。で、この時になんですけど、このまま結ぶ時に下の髪の毛が絡まってしまう可能性もあるので、ここをこういうダッカールで表面の髪の毛を取らないようにね、まず押さえます。で、このサイドの髪の毛をまあ、なるべくね、真下の部分でまとめて、ここをゴムで結んでいく。で、この時にこの表面のね、髪の毛もあんまりね、一緒に結ばないように気をつけながら、こんな感じですね。で、この一番最初のね、表面の部分の髪の毛をぐっと横に引っ張ってやってあげると、見てください、こんな感じで綺麗にまとまりませんか？これの方が簡単に仕上がったりもします。特にサイドの髪の毛のね、長さが足りない方は一番最初の動画でやると結構ね、ボロンと外れたりもするんですけど、短い方だったりとかはこういう風な方法でやってあげるとゴムも隠れておしゃれに簡単にハーフアップが決まります。はい、ということで、今日はね、前回のね、こうパパッとできる、まあ、急な会議でもパパッとできる、ヘアアレンジを解剖バージョンみたいな感じで今日はご紹介させていただきました。ポイントなんですけど、このサイドの髪の毛が長いのか短いのでだいぶ変わってきます。長い方に関しては、前回同様ね、後ろでゴムで結んで、指を入れながら回転させて、で、入れることによって形がこういうの形になるんですけど、短い方に関しては、そのやり方だと結構ね、髪の毛がポロンと外れたりとか、形が綺麗にならなかったりもするので、やり方は違うんですけど、ヘアアレンジ見てね、やってみたい、可愛いっていう風に言っていただいた方、よかったらね、長さによってちょっとやり方も変わりますけど、ぜひこの方法でもお試しなさってください。
この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。